皆さんこんにちは。耳かきしてあげるのコーナーです。今日は私、ベルゼブブが君のお耳をお掃除するから、リラックスしていってね。岸くん、いる？ちょっと用事があって来てみたのだけれど。お邪魔するわね。一休みしているところだった。ごめんなさい。でも、ちょっとだけ聞きたいことがあって。さっきね、ルシフェルちゃんとリアちゃんに耳掃除をしてあげたの。二人ともすごく気持ちよかったって言ってたから、騎士くんもどうかなって思って来ちゃったわ。やってみる？じゃあ、私の膝の上に寝転がってみて。まずは頭のマッサージからね。ほら、なんだか硬いわね。凝ってるんじゃないかしら。頭蓋骨は動かすこともないし、当然よね。痛い。やっぱり騎士くんお疲れなのよ。ルシフェルちゃんとリアちゃんは、ここを押しても気持ちいいとしか言わなかったし。もうちょっとほぐしてから。はい、耳掃除にしましょうね。よいしょ。ルシフェルちゃんとリアちゃんとはまた違う耳の形ね。人によって形が違う。同じ形はないんだなって発見したわ。すぐったかった。人にやってもらうとゾワゾワしちゃうわよね。でもちょっとだけ我慢してね。こしょこしょこしょ。あらあら、目をつぶっても変わらないわ。綺麗になったわ。これでこっちのお耳は綺麗になったわ。それじゃあ反対側も掃除するから、頭を反対に向けて。よいしょ。気持ちがいい？なんだか目がトロンとしてる。二人もそんな顔してたわ。痛くないみたいで、よかった。私って、耳掃除の才能あるのかしらね。寝ちゃうほど気持ちいいってことでしょ？私の特技にしちゃおうかしら。でも、あまり活かせるところもないかもしれないわね。もうちょっと奥の方まで触るわね。これはちょっと手強いわね。ゴソゴソって音がする。ちょっと我慢してね。よし、これで大丈夫。これでもっと綺麗になったかしら。さあ、ようやく仕上げよ。仕上げはふわふわの梵天でね。よいしょ。もうちょっと。ね。
少し変な顔しているものね。はいはい、もう終わったから頭上げていいわよ。はい、これでおしまい。どう？すっきりした？耳掃除がしてほしくなったらいつでも言ってね。次は寝てくれちゃってもいいからね。どうだったかしら。疲れた時はまた聞きに来てちょうだい。以上、耳かきしてあげるでした。